白玉さん、いや、アンパンマン、久しぶり。さあ、歌おう、声を合わせて踊ろう、手をつないで。これは白玉の色、白。これは汚れなき色、白。それは白玉の心、白。それは汚れなき心。歌おう、踊ろう、白玉のように歌おう、踊ろう、白玉の心で。あれ、白玉さんの音を聞いてみたら楽しくなっちゃって、一緒に踊っちゃった。練習すれば私のように美しく踊れるようになるんだよ。白玉さんはお芝居やダンスでみんなを楽しませるトップスターなんです。かっこいい。へえ、それくらい俺だってできるぜ。それじゃーん。違う。足は広げすぎない、腕はしなやかに、背筋を伸ばして体は斜めに。ここは
いよいよお芝居の練習が始まりましたよ。頑張ります。では
この華麗な剣さばきで廃棄してくれるぞ。ちょっと待ってくれよ。なんで俺が悪役なんだ。君にぴったりの役だからさ。何を。大丈夫、落ち着いて。俺は悪役なんだより、正義の味方の方が似合うに決まってるんだ。主役は私のように素敵な歌とダンスができなくては。そうや、そうや。シロ、それは白玉の色。そんなの、このカレーポン王様だってできるぜ。お
しろ。やあ、やあ、やあ、空振りだもん。いいいいぞマイケル、その調子だ。え、あ、そう、いいの。よし、え、やあ、この。踊りたいと思います。一緒に踊ってくれるお友達はお席から立ってください。